私は今化粧品会社の知的財産部に所属しています。研究者の、えー、発明を特許という形で権利化をして、商品を守るというふうな仕事をしています。だもしあなたが、えー、新しいアイデアを考えて特許を取って、で、誰かがあなたのその特許を使いたいときには、 その人は必ずあなたの許可が必要になります。難しいこととか、あの、いろんな、えー、困難なこと、怖いことでもチャレンジをすると、まあ、それで、えー、失敗したりすることも将来は、あの、自分のためになるので、何も恐れず新しいことにどんどんチャレンジしてほしいと思います。